八百尾国は日本の伝説上の人物。特別なものを食べたことで不老長寿を獲得した尾国である。福井県小浜市と福島県藍津地方では、八百首国、栃木県栃木市政法庁マナコでは、尾国、その他の地域ではや、尾国と呼ばれることが多い。中山太郎、堀一郎、柳田邦夫らの調査によると、八百尾国の伝説は、 北海道と九州南部以南を除くほぼ全国に分布している。柳田の研究をもとに、さらに具体的に調査した高橋晴美によると、その伝説は全国28都県89区市町村121カ所にわたって分布しており、伝承数は166に及ぶ。白びくにとも呼ばれる。800歳まで生きたが、その姿は17から18歳のように、 若々かしかったと言われている。地方により伝説の細かな部分は異なるが大筋では以下の通りである。ある男が見知らぬ男などに誘われて家に招待され教王を受ける。その日は高人口などの孔の夜が多く、場所は竜宮や島などの異界であることが多い。そこで男は偶然人魚の肉が料理されているのを見てしまう。 その後、ご馳走として、人魚の肉が出されるが、男は気味悪がって食べず、土産として持ち帰るなどする。その人魚の肉を、男の娘、または、妻が知らずに食べてしまう。それ以来その女は、不老長寿を得る。その後娘は、村で暮らすが、夫に何度も死に別れたり、知り合いも、皆死んでしまったので、出家して、びくにとなって、村を出て、全国を巡り、 各地に木を植えたりする。やがて最後は若さにたどり着き、入場する。その場所はオバマのソライン寺と伝えることが多く、年は八百歳であったと言われる。佐渡島にある佐渡市ハモチに伝わる話では、八百0ビクニはここで誕生し、上記の通りに人魚の肉を食べて千年の寿命を得たが、自身は年を取らないことを書いて墓並み、寿命のうちに百年分を国主に譲って、 諸国をめぐり、最後は800歳になった時に若さへ渡って入場したという。また、柳田国夫は、後日の1449年の記録も参照の上、800尾国の生誕を大化から大道の間であろうと推定している。福井県小浜市の類は一人の娘が特殊なものを食べて不老長寿を獲得する。800歳の時、若さの殿様が重病になった。 娘は残りの寿命を殿様に譲り、生涯を終えた。八百美国と呼ばれ、八百姫明神に祀られる。前橋重松田町で更新町が行われていた。近くの広瀬川の竜宮というところから、珍しい魚を持った客がやってきて、更新町に加わった。一人の村人が客に断りもなく、それを食べてしまうと、身勝手を責められ、村を去る。 サりギは、松の小木を植える。年月を経て、村に帰ってきたが、知っている者は誰もいない。あの時の松の木を切って、年輪を数えたら800年が経っていた。この地は、ビクニ大と呼ばれるようになった。ビクニ大の近くに二層が住んでいたこともある。近くの二が、池というところで行をしていた。竜宮でもらった、何かを食べ、800歳まで生きた。 彼女は八百美国と呼ばれる。春日石白山町に炎伏寺という寺院がある。境内に八百美国堂がある。この地は八百美国生誕の地であると伝えられる。昔、炎伏寺のすぐそばまで海が迫っていた。ある日、この海で奇妙な魚が獲れた。魚の体に人の顔を持つ。それは、通りがかりの層によると人魚というもので、 公信様に備えて祀ればご利益があるという。公信様のお祭りが終わっても気持ち悪いので人魚を食べる者はいなかった。ただ一人、それの正体を知らない小さな娘を除いて、それから17年、娘は大変美しく成長した。しかし、いつまでも老化しないことを気持ち悪がられ、結婚には恵まれなかった。よその村から夫を迎えても、 結局は、夫の死をなすすべなく、見送るだけであった。時は、流れ、海は、陸地となり、娘は、ビッグニとなって、諸国を巡礼した。八百歳の時若さにたどり着き、深い洞窟に入ったまま行方不明になった。岐阜県下路島ゼ中説に伝承される八百、ビッグニ物語は、浦島太郎と混ざった話として存在し、全国的にも稀である。 中節村にジロベイという酒屋がいた。ある日、小さな氷炭を持った小僧がやってきて、これに酒を一杯入れてくれと頼む。入るわけはないと思いつつ入れてみると、なんと入ってしまった。小僧の正体は、川の魚で、川に中にある竜宮の祭りで酒が必要というのだ。ジロベイは、酒のお礼に、と竜宮の祭りに招かれる。帰り際、引き耳の箱というアイテムを、 音姫から送られる。これは鳥焼け物、虫の言葉を聞けるという特殊効果があるが、開けるとジロベイは死んでしまうという。ある日、ジロベイが留守にしている間に、彼の娘が箱を開けてしまった。ジロベイは死ぬ。娘は箱の中に小さな人形を見つけると、それを食べてしまった。娘はマゼの地で800年生きたという。1449年。 200歳とも800歳とも、言われる美国が若さから上落したという記録が残っている。役人の日記である中原康富記の5月26日の項に、今月20日白美国という200歳の女性が上落した。見せ物として料金を取っている。白髪だから白美国というのだろうかと記されている。唐橋綱公共記の6月8日の項では、 ビクニの年齢を800歳としている。ガウン日ンの区の7月26日の項では、白ビクニは800ーニと同じであると返されている。金持ちからは、税に100枚、貧しい者からは、税に10枚を徴収していると記されている。ただし、このローニは800ビクニ伝説を利用した芸能者だったと考えられている。 当時から800九92の伝説は2によって不況活動に利用されており、こうした伝説を利用する女性も少なくなかった1、例である。彼女は、アルキミコだったという説がある。京都府北部の丹後半島の京丹後市丹後町では、城原に住んだ大久保家の娘が、修験者がやってきた、更新町の甲の際に、修験者が持ってきた人魚の肉を食べて800年生きたと伝えられている。 娘は、長命で記憶力が高く、昔のことをよく覚えており、天気を読むことができたため、その能力を買われて、若狭国の領主に召された。領主には、昔話をよく聞かせ慰めたという。娘は、若狭の国で亡くなる。亡くなる前は、記憶力も衰えていたが、単語の網野から久美浜への道にあった杉の大木の並木のことは覚えており、それについて尋ねたという。 その杉の並木は残ってはいないが、木津の網の駅付近の田んぼには杉の梅木も多い。また、上限では千年生きたとして、千年美国として伝承されている。大久保家の本家である家平寺支度には美国の遺灰が残されている。大久保家には平家宇宙の伝説も残る。美国は上限北方の道沿いに松を植えたり、石を敷き詰めたり、道を直したり、 自社の修繕、水探り、橋を架けるなど、社会事業に尽くしたという伝説も残る。そのため村人は、行進塚に祀っていたが現存していない。城原には、ビクニが植えた松から作ったとされる直径1メートル近くある火鉢が残っている。京都府北部では、栗田半島にも、八尾ビクニの伝承が残されている。宮津市、栗田の海岸には、八百ビクニの塔がある。 宮津市、栗田半島島が花には、八百美国のより跡がある。八百美国入場道小浜市における伝承では、八百美国の出生地について諸説が存在する。勢い村の生まれとする伝承と、西地荘とする伝承、根頃村のうのせ川の周辺とする伝承などである。八百美国が晩年に使えたとされる、小浜市の神明神社の境内には、八百美国を祀る社があり、 長寿を願う人々に厚く信仰されている。境内の八百姫宮には、室町時代と江戸時代に作られたとされる2体の像が祀られており、江戸時代の心臓は、神式風の衣装で、右手に願いを叶える宝手、左手には、白玉椿の枝を持ち、目に、水晶の玉眼を施している。本来は、新旧ともに非公開であったが、2017年以降は、 期間限定で、福井県立若さ歴史博物館で公開されている。オバマの伝説若さオバマ町長官図一人の少女、少しも年を取らず、常に16、7歳の娘のように肌の色が美しく、白ビクニと呼ばれた。全国至るところに800ビクニ伝説を残した。800歳という長寿を保ち、若さの国オバマの総統州クイ空院寺で入場した。 八百尾国入場道福井県小浜市の空院寺にある。洞窟内は奥行き8メートルあり、広さは4畳ほど。洞窟前に八百尾国と記された石踏みがある。石踏みは河口岩でできている。福井県大井町と京都府綾部市の境界付近に二雷峠という地名が残っている。小浜市の八百美国が綾部市の寺に通うために通ったと伝えられ。 彼女が、いつまでも若いままであることが、近隣住民の評判になり、二雷峠と呼ばれるに至った。栃木県栃木市政方町、マナコの男もある集落は、後の八百美国になるとされる八重姫が生まれた場所との伝説があり、おびくに様として親しまれている。現存する八百く国堂には、二になった自らの姿を掘り、生まれ故郷マナコに送ったとされる。 八百美国尊像が、おごそかに安置され、また、同式地内には、八十姫が八百年経ったのを知らず、若いままの自分の姿が映り驚愕したという、姿見の池が残っている。現在でも、旧暦の八月二十五日は明日に当たることから、地域の人たちで供養を行い、伝説をしのんでいる。本朝新選記伝の著者は、若さで入場したのは一種の屍かであろうと、 している。長野市には八百ビ区にならぬ八百ビ区の伝説がある。都学市神社を構成する五つの宮の一つ、中社の境内に、一辺72メートルの正三角形の頂点の位置に植えられた杉の巨木がある。これは、若狭の国出身のビ区が植えたものと言われている。昔、若狭の国に一人の漁師がいた。妻は亡くなっており、三人の子供と暮らしていた。ある日、 海で美しい女性を発見した漁師は、私にも子供がいる。私を殺せば、あなたの子供に不幸が訪れるという命乞いにも、かかわらず、それを漁獲して持ち帰る。翌日、漁で家を開けている間に三人の子供が、人魚の肉を鍋で煮て食べてしまった。当時、人魚を食べたものは人魚になるという言い伝えがあったが、その通り子供たちは人魚になってしまった。そんなある日、 彼のもとに、お告げが下る。曰く出家して、都学次第権限に詣でで、三本の杉を植えよと、気がつくと三人の子供は冷たくなっていた。これらの杉の木はもちろん現存する。天然記念物に指定されている。樹齢九百年から千年、ありがとうございます。